教えた？何やるんだっけ？パン作り。パン作り。今日パン作りに招待していただいたので、うん、みんなでパンを作りたいと思います。はい。何パン作るんだろうね。うさぎパン。うさぎパン。なんかパン作るから、何どうする？パン。カレーパン。カレーか。うさぎか。あ、いいね。今日実際にこうパンを作ってみんなで食べるまでやってみたいと思うので、はい、みんなで頑張りましょう。はい。頑張るぞ。あ、はい。皆さん、エプロンになりました。はい、かわいいね。やる気満々だね。今回、このパン教室、パン作りの先生、はい、ご紹介します。どうぞお願いします。お名前よろしくお願いします。はい、ジャパンベーカリーマーケティング株式会社の今井と申します。はい、先生。はい、先生、よろしくお願いします。お願いします。先生、このチビたちでもできますか？できます。大丈夫ですか？はい。僕ら無知です。大丈夫です。何もやったことない。大丈夫です。待って、私結婚文書買ってます。かしら、10年前ぐらいです。結婚文書を暇ですごく感動してたんですよ。じゃあ、もう今日楽しみにしてください。どんなパンも作れるか楽しみにしてるね。よろしくお願いします。パンの説明をしていきたいと思います。で、パンっていうのはどうしてもすごい発酵とかに時間がかかってしまうので、だいたい今から作ると焼き上がりまで5時間ぐらいかかります。で、なので最初にパンをこねる作業をしていきたいと思います。はい、で、今日こねるパンは幸せのバナナパンっていう。おお、いいねバナナパンになります。本当に10、あと10、10g いきます。いきますよ。パン。あー、惜しい。あー、惜しい。めちゃめちゃ惜しいじゃん。この測るほんとぴったりぴったりですね。はい、食べてどうぞ。食べるかい。OK。 これがパンには欠かせないイーストになります。イーストいろんな種類があるんですけども、今回は生イーストすごい生イースト初めて、はい、になります。すごい、ちょっとお子さんには刺激が強いかもしれないですけど、匂いが結構、あ、そうなの。イースト臭っていうのが匂いがツーンって。おお、なんかグースグース結構すごいよ、匂い。いい匂い。いい匂い。多分鼻詰まってるから、ね。初めて。おお。いい匂い。やったの。初めてかもしれない。あ、魚とかしてる。あ、この、はい、大きなボールを使ってこねていきます。せーの。バナナ。はい。そう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 。あ、上手上手上手。せーの。わー。はい。そしたらこれを回していきます。おー、今回ここからはしっかりとこねる作業なので、ちょっとさっきよりもスピードが速くなります。すごいね。さっきより速くなった。悪くなった。さっきより速くなった。速くなった。なかなかね、見れない。あ、上手。もう一回ここも。ちょっといただきます。パンとお菓子はすっちりって言うんですね。これ向いてないかもしれない。これぐらいでいいだろうって。パンとお菓子はめっちゃいい。1g ぐらいっていうのになっちゃいそう。この後に今日クリームパンとかもやっていこうかな。やったー、嬉しそう。パンとかメロンパンも呼んでいただいたと思うので、メロンパン大好き。はい、
生地を作って、あの発酵しないように。なんでですか？あのこの状態で発酵してしまうと、その後もう一回発酵させた時に、もう発酵の力がなくなってしまって、美味しいパンじゃなくなってしまって、このパンが美味しくなるように、一回冷たい状態にしてあげます。冷たくなかったら美味しくなるの？あのね、これ昨日作ってるから冷たくしないといけない。なるほど。冷たくしないと美味しくないの？美味しくないじゃないですか。そうそう、じゃんじゃん、あ、上手、下にくるくる、上にくるくる、下にくる、はい、上手、しっかり、上手、そうそう、頑張って、綺麗です、丸がすごい、いやー、褒められた褒められた、いっぱいっすね、おー、上手、クリームこんなに入れるんですね、たくさん、ね、クリーム、クリーム、クリームやろうね、ちょっと待って、どこだ、ちょっと取る、こっち側にしましょう、リュウセ上手、なんかリュウセのお腹みたい、リュウセのお腹みたいクリーム感が、はい、かわいい、せーの、はい、せーの、上手、おー、綺麗です、犬のママの手、ママの手、手4つないだろ、3本だろ、あ、それ行き過ぎじゃない、パパ1個もやってないんだけど、二の子の子はメロンパンを作るためのこれ、これこうやって潰して、それでくるくる、え、そう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 、かわいくない、これくるくるしてもらっていい、くる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 、すげえ、あ、上手ですね、綺麗、綺麗綺麗に丸まってる、すごい、あれ綺麗な、あれ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 、マリアさん、マリアさんやろうかな、なんで仕上げはお父さん、お父さん、コリコリしてほしい、いいよ、いい、ありがとう、気持ちいい、ね、遊びじゃない普通の遊びじゃないよ、気持ちいいよね、先生、僕も欲しい、先生、先生、来た、誰か自分と一緒にできるかな、できるかな、もう、うまい、ありがとう、さすがパン教室で通ってただけあるね、サンキュー、はい、気持ちいい、やりたい、リュウセのお尻みたい、こうやってみたいよ、ポンポンポン、これ何測ってんの、これ生地の温度を測ってます、違う。リュウセ、見れ、何これ。難しいね。じゃあ片方だけ、片方だけ縮めるんだよ。リュウセは両方ちっちゃくなっちゃう。上から縮めて。これを今度は伸ばしていきます。おお。先生の見て、君たち。先生たちの見てないから。伸ばしていくよ。
これさ、誰やって作ったの全部同じさ下ほずしって言ったの流星でしょ、これ全部流星そしたらこのままくるくると巻いていきます。